頑固さ。言い換えるとですね、物を作るのに必要なのは頑固さではなくて追求心ですよな。イコール大好きってことですね。好きじゃなかったら興味わからないもんね。そうですよね。頑固さ。言い換えるとですね、物を作るのに必要なのは頑固さではなくて追求心ですよな。イコール大好きってことですね。好きじゃなかったら興味わからないもんね。そうですよね。頑固さ。言い換えるとですね、物を作るのに必要なのは頑固さではなくて追求心ですよな。イコール大好きってことですね。好きじゃなかったら興味わからないもんね。そうですよね。頑固さ。言い換えるとですね、物を作るのに必要なのは頑固さではなくて追求心ですよな。イコール大好きってことですね。好きじゃなかったら興味わからないもんね。そうですよね。頑固さ。言い換えるとですね、物を作るのに必要なのは頑固さではなくて追求心ですよな。イコール大好きってことですね。好きじゃなかったら興味わからないもんね。そうですよね。頑固さ。言い換えるとですね、物を作るのに必要なのは頑固さではなくて追求心ですよな。イコール大好きってことですね。好きじゃなかったら興味わからないもんね。そうですよね。頑固さ。言い換えるとですね、物を作るのに必要なのは頑固さではなくて追求心ですよな。イコール大好きってことですね。好きじゃなかったら興味わからないもんね。そうですよね。